どうも皆さんこんにちは、アナちゃんです。突然ですが皆さん、腕組んでみてください。普通こうやって組みますよね。じゃあ後ろで腕組んでみてください。まあ組めますよね、まあ、拍手してみてください。後ろで拍手、まあこれでもねちょっと苦しいけどできなかないですかね。でもあのかのモーツァルトはですね、なんとピアノをね後ろ向きに手回してこうピアノを弾いて遊んでいたそうなんですね。子供の頃のモーツァルト少年ね、さすが天才モーツァルトですよね。で今回私アナちゃんもですね、この幼いモーツァルト少年が遊んだという後ろ向きピアノ奏法にチャレンジしてみたいと思います。ではまあ後ろ向き初心者ですからね、ピアノ初心者定番といえばやっぱり猫踏んじゃったかなと思いまして、行ってみたいと思います。これでいいかな、よし。難しいですね、やっぱね。ということで、良い子のみんなもよかったら真似してみてね。アナちゃんでした。